ね、一度刺激が通ると準備期間になります。はい、不合気です。今不合気で赤になりました。通しませんよということです。でもこの不合気もですね、冷めてくるわけですね。冷めるときどういうふうに冷めるかというと、これも上から刺激が通っているので上から冷めていきます。はい、まず上が冷めます。そして防湿結節も冷めます。そして筆側も冷めて、右脚と左脚も冷めるんですけども、ここにですね、一瞬だけ時間差が生じます。はい、一瞬だけです。これ右脚が先なのか左脚が先なのか、これは人によって変わりますので、そこはですね、あまり問題じゃありません。今日ですね、右脚が先に冷めたということで話を進めていきます。でもここは本当に一瞬だけです。我々がこう生活している上ではですね、一切問題にならない一瞬の時間です。はい、なので、どんなに運動してもこの不合気にかかることはありません。はい、なので、もうほとんどここはですね、もう普段生活している分には全く関係ない時間なんです、その一瞬というのは。はい。最後に、大どんでん返しのセミナー。分かってても最後まで目が離せませんと称賛されたセミナーで、致死性不整脈を判別して行動できる人になれます。こちらのセミナーが書籍になりました。Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。脈の乱れ、不整脈が原因で突然死するもの、これがですね、失性不整脈、これは絶対に見逃してはいけない。ダブルエッジ解いていきましょう。でも、もっともっと紐解くとですね、血圧が出せない不整脈が持続してしまうと、失性不整脈はどれですかって言われた時に、この辺り、これなんですね、VT です。これが失性不整脈です。どう仲間づれか、それがこれ、上皮性、上皮性、上皮性、心室性です。それは VT か否か。ここを見るだけです。これが窒息性不整脈の鑑別ということになります。で、ずっと言ってます。心電図ですね。確定診断は本当はできないんです。難しいので、消去法で削っていくしかありません。今日は見落とさないということによって焦点はやっていきます。じゃあ見落とさないための原則何がありますか？ちょっと5大原則があります。心電図を見たらですね、QRS の幅をですね、大きくにします。そして、RR 角度を見ます。そして、臨面スイッチ、窒息断面、最悪を想定してどう動くのかまで今日はやっていきます。幅に入っていきます。ナローかバイクでは、上質性なのか、それが新質性なのかは分からないという QRS の幅なんですね。ただ単に上質性の一部を否定した消去するだけのツールになります。ではいきましょう。次ですね、 RR 角度に入ります。RR 角度で AF を消去した、ただこれだけに過ぎない。次、筋脈スイッチです。 VT はリエントリー性です。はい、いきなり始まって、いきなり終わる。これが瞬間スイッチです。つまり、まだ、その、窒息性がどうかは、わからないということです。ここからですね、じゃあ、いよいよ窒息性の鑑別に入りましょうと。心電図で VT を鑑別することはできません。はっきり言っています。ファイトサインって何ですか？生きてる合図です。心電図では、心電図はそもそも一般で確定診断できません。そして、窒息性不整脈を鑑別することはできません。バイタルサインのこの4種類です。血圧、脈拍、呼吸、体温です。この4種類しかない。そういう心電図を見かけた場合はですね、割と決まりですね、心脈を見かけた場合は、すぐにですね、患者さんのそばに行ってあげてくださいと。そうしなければ、そこでバイタルサインを取らなければ分かりません。で、どう測れてもですね、心電図でですね、窒息かどうかでも鑑別することができません。はい、なので、バイタルサインを取るということは非常に大切な点になります。はい、次、ここから最悪を想定しましょう。最悪を想定しましょうということで、VT をどう鑑別していくか、これに必要なのは、どうコールするということ、ドクターコールですね、ドクターコールをどうするかということに入っていきます。今日最初に言いました、本日のゴールは、行動できる人に、今日、今日来られている方はですね、行動できる人になっていただけたいんじゃないでしょうか、ね、知ってるから、やってるに変わると、それが今度はできてきて、そしてそれを伝える人になってください、後半でですね、スタッフの方に伝えてあげてください。